まあ、とりあえず何はともあれ、まあ、名古屋行きの最終の特急もね、行ったんで、まあ、電話線に乗っていきましょう。うん、まあね、予想はしてましたけど、オーバーネームまでは誰か乗っとるかなと思ったんですけどね。まあ、見事にかそりゃそうですよね。こんな夜中の米山温泉に行ったってどうしようもないですからね。多分、僕の方の西洋にはオーバーネームで降りる人が少しは乗ってると思うんですけどね。着いたら速攻取って、帰宅ですね。一応改札の外出れたら出ますけど、そうですね、運転手さんも不審に思いますよね。あれ降りやんのってね。それそうですよ。まあもう私だけですよね。誰もいないか。いないな。いや、プラテン乗ってしてる人もいなさそうです。ということで、で何はともあれね、これで有名温泉に行くわけです。ただもうこの時点で11時です、ね。最後の、ターミナル駅、本当の意味でも、本当の意味でもというかね、東のターミナル、名古屋駅ね、まあ、とてもじゃないけど間に合いませんね。ということでね、まあ、改めて明日、名古屋駅だけちょっと行ってこようかなと思います。本当はお伊勢参りにね、最後に行こうかなと思ってたんですけど、この30日。まあ、いいね、まあ、名古屋行ってから伊勢まで回れたら回って、まあ、どちらにしたって旅行定額ですからね、ここで使いますんでね。いやしかし私勢いでここまで来ましたけど、まあ、これ戻って終電ね、戻れると言いましたけどね、忘れてはいけませんけどね、これ家に帰るまでが遠足ですからね。そっから家帰らないといけないですよ。どうすんだこれ。ちょっと変わりましょうね。この駅までです。お忘れ物のないようご注意ください。誰もいないな。扉にご注意ください。本当に誰もいないです。This is Yumayama Onsen. 始発でもなかなか遠いじゃないですかね。This is the final stop for this train. ぐるーっと回りますけど、まあ誰もいないですよね。それもそのはずです。あまり見る時間はないでしょうけど、まあ、やっぱり使ってはってことでね、あのこれで最後の登山駅ね、もうここまで行きません。これパシッと行きますけど、一番こんばんは。これってもうすぐ折り返します？はい、10分で10分ぐらい。あ、はい、3分ぐらいですね。あ、ほんまや。それしか来たのよ。まあ、とりあえずこんな感じ。まあ、とりあえずなんとか夢は来ましたけど、本題帰りどうしようなということで、とりあえずこれでバッとね、賢島から吉野、橿原神宮行って、御所行って、石黒行って、河内長野行って、古市経由の柏原経由から、関心も行って、上本町から南波行って、八木の橋行って、そこからぐるっと行って、柏原神宮からもう一回大和八木に行って、そこから田原本から西田本持ってぐーっと行ってきて、駅前行ってぐーっと行って、とりあえず全部回ってこれて、かつってことで、なんとか最後の名古屋だけ残し、まあ、ちょっと間に合いませんでしたけど、全ての端っこの駅せね、明日行って、まあ、とりあえずこれでなんとかしましょう。いや、近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は四日市行き普通列車です。明日までしばらく。
パトツした感じでね、分かったかと思いますけど、まあとにかくこの時間ここに来ても何もないんですよ。温泉街って言ってもね、温泉はね、もっとずっと山の上か、もしくはアクアイグニスがね、大羽根の方にありますけどね、あそこも12時で閉まっちゃいますし、そうなんです。あ、ちなみにね、日帰り温泉使おうと思ったら昼間に来ないとダメですからね。アクアイグニスこそね、12時までやってますけど、基本的にその山の上の方にある、湯の山温泉の温泉街、3時ぐらいで閉まっちゃうんですよね、日帰り温泉は。遅までやっとるところというと、希望層はね、9時ぐらいまでやってますけど、あそここそ実はそこからも離れてるもんで、なかなか歩いては厳しいし、公共交通機関は難しいですね、マイカーでないと。あ、その代わりなんか無料送迎バスとかあるんですけどね。ということで、なんとか終電で、これで終電かな。そうですね、これが終電ですね。まあもう私しかいませんから、ずっと喋りながらやってきますけど、まあとりあえず旅の総括でね、まあ多分動画としては本当に東大駅行ったよっていうのをね、パチパチパチと、まあ明日行く予定の名古屋駅ネットを含めてね、まとめたのと、あとあれか、シアとかでね、乗り換えたね、普通電車のやつで1本と、でまた改めて、ぼちぼちとね、間のいろいろと打足をつけたやつを、作るような形にしましょうかね。ちょっとね、ある程度メリハリのある動画もね、作っていこうかなと思いますんでね。さすがにね、桜ぐらいから、小物かな、もう。なんか小物は大丈夫かな。まあ、こっち乗ってきたらね、避難するなり。いろんなところに行きましたね。改めて冷静に考えてみると、スタートが昨日の朝の始発の5時半の4日自発列車で、で今日これラストが11時10分かな、11時8分、湯の山線のですね、最終電車で、まあ、これ完全に終わってないというのも悲しいですけど、とにもかくにもですよ、もうここまで来ました。まあなんとかね、いろいろとね見て回ってね、中降りてこれですんで、多分ちゃんと計算組んで、途中も何も降りやんとね、あんな寄り道もしてないしやんと、もうポン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 って最短ルートでね回ったら、2日あったら行けると、全然ね、いけるということですよね。